後が罪とかクソ。なあクソ。オッケー、よく考えろ。ああ、ロングハウスのパーティーか。あそこまで行って紛れ込んでアリバイを作る。やっぱ俺って天才かも。誰かいるの？ああ、俺だよ、ベティ。なあ、ホチキス下ろしてくれよ、マジでさ。ここで何してるの？ロングハウスのパーティーはどうしたんだい？ほら、今日はあんま大騒ぎする気分じゃなくてさ、それマジで似合ってる。すごくいいよ、ほんと。屋根で何してたんだい？ん？何も、ただ。さては悪さしてたね。いるのは分かってるぞ。ほら、いいから出てくるんだ。どうせベティを呼べば5分で鍵を持ってくるんだぞ。やっぱりそうか。いや、だからマジで。だったらなんだよ。そりゃ決まってるだろ、警官なんだ。5分で戻ってくるからね、その時まだいたら。サンキューベティ。これが最後だよ。いい、ね、さあオフィスに戻らないと、電話が来るらしいからね。兄貴も他にすることないのかよ。よっしゃ、自由だ。こっからは楽勝。ロングハウスでアリバイを作るっと。どけ。なあ、カモメの糞か。あともう少し。あっち行けよ。今のはやばかった。下見ちゃダメ、見ちゃダメ。全て順調ってとこだな。よう兄貴。俺兄貴をずっと探してたんだぜ。ほら、中に入った方がいいんじゃ。一体何なんだ。俺がどれだけ恥ずかしいか分かってんのか。実の弟を逮捕だ。何度も何度もだ。だったら逮捕しなきゃいいだろう。何度も何度も何度もな。ふざけるのはよせ。いや、別に俺はすごいんだぞって目立ちたいのか。親が喜ぶか。器物損壊罪だぞ。だからこのヤバいことだらけの世の中で、俺はただ自分の才能を役立てて。才能を役立てるって、お前自分が何言ってるか分かってるのか。なんだよ。どうしたら俺を認めてくれない。一体どんなヤバいことから救ってくれるって。俺には理解不能だ。兄貴。なんだトラック。あの二人を追う。トラックに近づくな。爆発するぞ。爆発しそうなのに近づくなね。オッケー。
軍がここで。おい、大丈夫かよ。助かったよ。ダメかと思ったぜ。平気か。さあ、助かった。おい、離すな。くそ。言う通りに、その手をゆっくりこっちに向けろ。傷つけるつもりはねえ。あいつが来る前に連れ去りたいだけだ。離せと言ったんだ。従わないと撃つぞ。兄貴。嘘だ。お前、傷つけるつもりはねえって言ってんだ。兄貴、何が起きてんだ。兄貴を見つけよう。一体どうなってるんだ。何なんだよ。俺一体どうしたんだ。まったく、クソ。止まれ止まれ止まれ。どうなってんだよ。何が起きてんだよ。何なんだよ。わけわかんねえ。おい、止めてくれ。兄貴、兄貴、助けてくれよ。どうなってんだ。兄貴。やめろ。兄貴。兄貴、大丈夫か。ダルシ、今のは何だ。今どけてやる。お前今どけるのが先だろ。ああ、分かった。よし、押すのを手伝ってくれ。お前嘘だろ。そう、止まれ止まれ。止められないんだ、止められないんだよ。兄貴、止められないんだ。大丈夫大丈夫だ。ヒステ、いいな。落ち着け。大丈夫だ。まさか俺コンチ。違うか。違う。いいか、お前は俺の弟だ。いいな、俺の弟だ。オッケー。こんなの一時的なもので絶対に治るはずだ。いいか、ダルシ。分かったな。分かった。最後とみんながやられてしまう前にバイオテロリストを止めないと。いいな。分かった。ダルシ、しっかりするんだ。オッケー、大丈夫。行く。行こう。おい、さっきの技はもう使うなよ。いいな。でも力を使わなかったら、あの時兄貴の。いいから、約束するんだ。ああ、わかったよ。あれが、いいことだと勘違いしてほしくないだけだ。実際、違うだろう。保安官、入れません。ボタンが壊れてる。ベティがまだ中にいるわ。マジかよ、鍵は溶けてるじゃねえか。閉まってる。どうやって入ってんだ。多分走り抜けたんだろう。冗談だろ。ダメ。待てよ。あり。おお、通気口、こりゃいいや。あれ、痛くないぞ。ベティ、いいじゃん、使えるな。教えたらつまんねえだろ。すぐ行くぞ、ベティ。ばあさん逃げるんだ。近寄るんじゃないよ。俺は助けたいだけだ。やめて。デルシー、俺はただ通りすがっただけだ。人がいるなんて知らなかった。俺に何しやがった。コンジットか。
ベディ、後で説明するから早くここから逃げるんだ。よし、じゃあな。元に戻すまで逃がすかよ。人生のほとんどを無所で過ごしてきた。逃げ出すなんてちょろい。絶好のチャンスってやつを待つだけだ。この力を手に入れてからはやりたい放題さ。あの DUP ってやつらに捕まるまでは。そう、あそこには俺らのための特別な部屋がある。拘束して力を封じ込める方法まで知ってやがる。あそこじゃ餌を与えられて体を洗われ、てめえのケツまで吹かれる。人の住むとこじゃねえ。クソくらいだ。あそこにはメスとか針が大好きな赤髪のクソ女がいて、テストってやつを何度もされた。でも時間があればコツってやつも覚える。とにかく待つんだ。やつらが隙を見せるまで必ず来る。何かを見たり聞いたり、いい情報が手に入る時に。だからあの女が3人を車に乗せた時、俺には分かった。絶好のチャンスだ。お前、俺の頭ん中見たのかよ。あんたがやったんだろ。見たんだろ。 DUP の豚箱だ。お前も捕まれば入れられる。おい、ちょっと待てよ。悪いことは言わねえ。さっさと失せな。俺を元に戻すまでどこにも行かせやしねえ。いいか、何があったかは分かんねえ。だが逃げる覚悟はしとくんだな。なんだと。お前はもうコンジットだろ。バイオテロリストだ。逃げる側になっちまったってことさ。俺は逃げ延びてみせる。お前を傷つけてでもな。俺を元に戻すまではどこにも行かせねえ。元に戻るような代物じゃねえ。ならせめてコントロールの仕方を教えろ。時間がねえ。 DUP が来ちまう。あの女は俺を黙らせてえんだ。小僧だ。どきやがれつってんだ。この火事じゃ長くて 2,3 分しか奴らは足止めできねえ。もう行かねえとやべえんだ。カドンケイに戻ってたまるか。そうかよ。追っかけてくる奴らはあんたが狙いだ。俺じゃない。お前は見られちまった。ここの連中はもう知ってる。捕まんなよ。冗談じゃねえ。魚まみれで死ねるかよ。頼む、逃がしてくれ。行かせてくれよ。このことは絶対誰にも言わねえから。おい待て、頼む、話を聞いて。ああヘンリー、お前には本当に失望したよ。じゃあ一件落着だろ。俺がコンジット懲らしめてやっといたぜ。みんなお疲れ。特にお前な。バイオテロリストヘンリー・ドートリーはバイオテロリストだ。コンジットは奴らに共感した裏切り者が使う言葉。お前もそうか。いや、うん、違うけど。なぜ緊張している。いや、気のせいだろ。経験上人が緊張する理由は2つだけ。臆病だからか、隠し事をしてるから。美女がいる時も緊張しちゃうんだよな。バイオテロリストと長いこと中にいただろう。やつから何を聞いたんだ。ああ、何をって。何か聞いたのか。例えば何か妙な陰謀のこととかな。ああ、いや何も聞いてないけど。そうか。
それならいいんだ。いいか、我々は奴らとの戦いに命を懸けている。そして私の役目はあらゆる手段で戦いに勝つことだ。けどそれっておかしくね？あんたもバイオテロリストだろ。ああ、今のはなし。ああ、そうだ、毒には毒を持ってと言うだろ。臆病者じゃないということは何か隠し事をしているということだな。おい、何すんだよ。俺は権利で守られてんだぞ。だが私には必要に応じてその権利を一時的に剥奪する権限がある。例えば今みたいに。もう一度聞く、何が？だから言ってんだろ、何も。痛かったか。私は何があったか言ってよ。やめろ。ダメだベティ、ダメだ。そうか、しらを切るか。まあいい、お前が話す気になるまではこのご婦人とおしゃべりしよう。やめろ。だがな、コンクリートは脆い骨にとても応えるぞ。彼女が言わなければ次の人間に聞けばいい。口を割る奴が現れるまでな。さあ、話す気になったか、それともお友達に聞いてほしいか。誰が言うかよ。ならお前にもう用はない。今度は手こずらせるなよ、ベティだったな。ああ、痛かったろう。